パルロス・アントニオ・ロペス・インス・フランは、パラグアイの政治家。パラグアイ共和国初代大統領。前統治者、ホセガス・パル・ロドリレス・デ・フランシアの築いた体制を、改革、継承し、近代化路線を取って、パラグアイを、南米諸国中最も安定した国に育て上げた。パラグアイの五千グアラニー紙幣に肖像が、使用されている。 ロペスは1790年11月4日、アスンシオンのマノラクで生まれ、同志の神学校で教育を受けた。ロペスは、パラグアイ独立の英雄で独裁者である、ホセガスパル・ロドリゲスでフランシアの老いであったが、法学と進学を収めたロペスは、知識人やブルジョワ階級を弾圧したフランシアに、うとんじられ、アスンシオン近郊の農園で農耕を営みながらの、イントンを余儀なくされた。 しかし、1840年に、フランシアが死去し、後を継いだ、軍事政権が国をまとめきれずに政局が混乱すると、パラグアイには、数少ない方角を呼び、行政事務に精通した、知識人として政界へと推挙され、1841年には、マリアノ・ローケ・アロンソと共に最高執政官の地位に、ついた。執政官となると、ロペスは、やつぎ早に改革を行っていった。 フランシア時代の政治犯をすべて釈放し、拷問を撤廃すると、1841年11月25日には、議会を召集して、現在のパラグアイの国旗を制定し、1842年には、奴隷制度が撤廃された。さらに1843年には、隣接諸国中初めて、ボリビアからの国家承認を取り付けた。このような功績を受け、 1844年3月13日に、ロペスは単独で、初代大統領に就任した。ロペスは大統領に就任すると、まず1844年に、パラグアイ初の憲法を発布し、法治体制を整えた。三権分立はこれで確立したものの、この憲法は大統領に10年の任期と、強大な権限を与えるもので、 事実上ロペスに独裁権力を付与するものだった。以後ロペスは絶大な権力を持ち、1854年に3年の任期で再選され、1857年には10年の任期で再選されるとともに、息子のフランシスコ・ソラーノ・ロペスを後継者に指名して、1862年に死去するまで大統領の座にとどまった。経済面では、 フランシア時代の鎖国政策を一転し、積極的な貿易によって、富国強兵を目指した。マテ茶や木材、タバコといった、輸出用作物の栽培、製鉄業の振興と保護貿易によって、パラグアイの貿易は黒字を続け、経済は成長を続けた。フランシア時代の強行策によって、クリオーリョの加藤支配層は壊滅していたため、貧富の差は少なく、 成長の果実は国民に分配された。フランシア時代に設立された国営農場は拡大を続け広大な私有地はさほど多くなかった。また、技術の移入にも積極的で外国人技師の雇用により技術力を上げ、電信や鉄道を敷設した。また、フランシア時代のもう一つの遺産である初等教育の充実をロペスはさらに発展させ、 ラテンアメリカ発となる義務教育の導入に成功した。これにより、パラグアイはラテンアメリカで最も識字率の高い国家となった。一方で、先住民グアラニー族に対してはやや抑圧的な姿勢を取り、フランシアが進めたグアラニー語仕様の流れを断ち切り、スペイン語重視の姿勢を取った。また、1848年にはほぼ崩壊していた。 イエズス会のミッションで生活していた先住民を立ち抜かせ、その地を国有化している。1849年には首都アスンシオン市の改造がスタートした。またヨーロッパからの移民の受け入れも積極的に進めた。一方、外交面では難局が続いた。リオデラプラタ連合州独立時、アスンシオンがブエノスワイレスの貿易独占を嫌って、 半旗を翻し、パラグアイとして独立を宣言した経緯から、アルゼンチンはもともとパラグアイの独立を認めていなかったが、アルゼンチン大統領であるフアンマヌエルデロサスは、パラグアイの併合を目指し、1845年には、パラグアイへ進行してきた。ロペスは翌年これを尻け、ブラジルに接近。1849年にはブラジルからの、 国家承認の取り付けに成功した。1852年にロサスが失脚すると、ついにアルゼンチンからも国家承認を受けた。しかしその後、ブラジルがパラグアイ側の自由航行権を要求して対立。1858年にロペスはブラジルに同権利を認めたため対立は収まったが、この両国に対抗するためロペスは強力な陸軍を創設し、 1862年には、常備1万8000人、予備4万5000人を要する南米最大の軍を抱えるまでになっていた。1862年、南米で最も繁栄する国を残してロペスはこの世を去った。政権は、息子のフランシスコ・ソラーノ・ロペスが継いだ。遺体は、アスンシオン市内、英雄広場の一角にある、ホテルでザンバリッドを模した霊廟に葬られている。 パラグアイを知るための50章 P103 田島久とし、武田和久編著明石書店2011年1月15日、初版第一冊 ABC、ラテンアメリカ自立への道 P90 前、電秀富編世界思想者1993年6月10日、第一冊 ABC、パラグアイを知るための50章 P104 田島久とし、 武田和久編著赤書書店2011年1月15日、初版第一冊。ラテンアメリカを知る辞典 P469 平凡者1999年12月10日、新帝造本版、第一冊、パラグアイを知るためのご重章 P214 田島久都市、武田和久編著赤書書店2011年1月15日、初版第一冊。 パラグアイを知るための50勝 P196 田島、久都市、武田和久編著明石書店2011年1月15日、初版第一冊。ありがとうございます。